本日2024年4月6日18時4分。ちょっとまあ私の足の爪、まあ閲覧注意ということで、ちょっと見ていただきますね。この爪のこの部分まではもう綺麗な色になってるんですけど、この先が汚いじゃないですか。これ去年のそのスポーツの勝ち負けなどで睡眠不足等で、栄養がこう足らなかったらもう爪がこういう風になっちゃうんですよ。この手前の方が、まあ、この辺とかは、普通の色してますけども、もうこの辺とかは、そういう風に、色が、色というか、まあ、爪自体がこう、ボロボロになってる状態ですね。まあ、まあ、それぐらい昨年は、かなり、きついものだったと、まあ、いうことですね。まあ、あんまり話長くなってもあれですので、この件は、足の指の爪、まあ、2023年のそのきつさと言いましょうか。まあ、基本的にものすごい毎日がこう睡眠不足の日が連日して続くっていうのは、ね、やっぱりペナントレース終わるまで、で、メジャーリーグも終わるまで、まあそういう日々が続いていたと。まあ、例えば大谷翔平選手を、10勝以上、ホームランを、打率を3割以上、そういうところをターゲットにしたりだとか、まあ吉田正尚選手も、まあアメリカ行って最初の方やっぱりダメでしたから、千賀投手も。まあまあその辺のところを大体自分で、対応しながら、しましたので、やっぱもうきついとかもうそういう次元をちょっと超えてるような状態でしたね。まあ阪神タイガースの日本一などもありましたけども、そのトータル の, そのスポーツの国際戦、まあ他にも例えば男子バレーだとかバレーボール、他にもまあ、ヴィッセル神戸の優勝だとか、もういろんなものをいっぱい同時にしてましたから、ちょっとね、まあ、その、想像を絶するような、状態だったと、その栄養不足も、毎日、こう、まあ、半分死にかけてるような状態で、日々、取り組んでいた、まあ、そういうふうな部分ですね。まあ、そういうこともちょっと、記録しておこうかなと思って、本日撮影いたしました。以上です。